AV 女優になるときに、ある意味育て系をやってるんだ。やっぱ失わなきゃいけないこともあるのかなっていう。トップに なりたいっていうのは なんでそう思うんですか。でもそれまでは結構何も私欲もなくて、まあ、今もあんまなさそうですけど聞いてる感じ。アイドルの時もセンターになりたいもなく、うんうん、総選挙で上位入りたいとかもなく、もうなんとなくで一人っ子なので争い事も特になくて、その兄弟のなので、うん、なんか人と争うことがすごい嫌いだったんですけど、はいはい、なんか何かでちょっと成功はしたいなっていうのが私が AV 女優になった時に初めて思ったことで、するためにはなんかやっぱ失わなきゃいけないこともあるのかなっていうのはありましたね。何かに成功しなきゃいけないってなんで思うようになったんですか。年を取ったから。なんか私の中で節目があって20歳とか、うん、20歳ってすごく私の中では大きいこう変化というか、20代を無駄に過ごしたら私これから何もで成功できないし何もできない気がするみたいな自分の中で あったんですよ。なのでここで頑張んなかったらきっと一生頑張らないなみたいな、平凡な生活をしていくのは想像したくなくて、このまま平凡になんか名古屋でゆっくりと暮らしていこうとかはなくて、全く刺激が好きだったのでそれはありますね。なんか刺激的な生活したいなっていうのはあります。でも刺激的な生活っていうのは結局スマホを15時間見ることなんですか。いや15時間見ることは刺激的じゃないんですけど。あ、そうなんですか。いやなんかその結局なんかニートとやってることはあんま結果として変わってねえなと思って、ずっとネット見てますみたいな。いやでも何か自分の中でやりたいことを突き詰めたりとか、そこで成功体験を得るっていうのはなんか自分の中の人生としてはやりたいことでしたね。あ、でも成功体験得てみてどうでした。成功体験得てみたら、あ、でも私自信は未だに別にないんですけど、もともと自信もないし別に自分のことをすごいとも一度も思わないんですけど、でもなんか生きてて楽しいですね。前はもう生きててそれなりに楽しかったんじゃないですか。あやや追っかけてる時とか。いやめっちゃ楽しかったです。その時はその時で楽しくて、でも今が一番楽しいかもしれないですね。楽しいの違いは何なんですか。なんか好きなことやりたいことをやってるという意味でいくと、うん、あやや追っかけてる時とかもう別に今もなんかそんなに変わんない気はするんですけど、なんかお金が欲しいとかだったら今のがありますよねとかわかるんですけど、うんうん、でもなんか好きなことに時間を使うっていうのでいくとあんま変わんない気が。守るものが私はあった方が、なんか私は今三上岩とはなんか別の人間として普段は生きてて、その三上岩っていうのはなんか架空の人間というか、うんうん、私が作り上げたものとして見てるんですけど、そのなんかいかにこの三上岩というものを守りながら生きてる方がなんか生きがいがあるというか。じゃあ三上岩というキャラクターをプロデュースするというところに全力を尽くすっていう、うんうん、そうですそうですそうです。はあ、じゃあ三上岩の育て系をやってるんだ。そうです。で昔はそれがあややを応援してグッズを買うことでこう、うん、あややのなんか養分になれたらいいなみたいな。うん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 、そうです。それが自分になって客観的にメタで見てるんですね。変わってる。客観視して三上岩を、はいはいはい、三上岩をどれだけこううまくいかせるかみたいな。すごい矢沢永吉さんみたいですね。そうなんですか。なんか矢沢永吉さんとその打ち合わせをした人がその、うん、俺はそれいいけど、あ、矢沢はなんて言うかなって言ったって言って、要は矢沢永吉というキャラクターとしてそれはどうなの、そのまあ僕としてはいいけどって、まあ、矢沢永吉さんが言ってるんですけど、だからそこなんかキャラクターとしての見え方見せ方とやっぱりその本人はちょっと違ってるというのが、うん、それがやっぱ成功する人なんだろうなっていう。そうですね、本当別次元で見てますね、その自分とは。はいはい、松田聖子さんもなんかそういうとこあったっぽいですよね。そうなんだ。あ、そっか。あ、でも郷ひろみさんとかもそうっていうので。そうなんだ。一流の人は割とその感覚あるっぽいですよね。だからなんか本当に
自分のその本名の方でいる時はめちゃくちゃ普通の人間だし、うん、なんか普通の人すぎて、うん、なのでもう三上優は、まあ、ほとんど24時間三上優はでいなきゃいけないと思ってるんですけど、はい、別次元の人間だと捉えてます。そうするとじゃあそのなんか将来の展望何がしたいですかじゃなくて三上優愛にこういうのをさせた方がいいかなとその本業の自分自身の2つにあるからどっちの話してんのみたいな。あ、そう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 です。だから困るのかもしれないですね。面白いですね。アイドルファンの人ってそういう方向性に行くこともあるんだ。あ、確かにそうですね。プロデュースだからアイドルプロデュースしませんかってよくあのお仕事の依頼来るんですけど、うん、自分をプロデュースするのにいっぱいいっぱいなので無理です。そうですね。大忙しですもんね。無理です、無理です。あ、それは確かに楽しいんでしょうね。うん、それが楽しいのかもしれないですね、うん、いけるかみたいな。三上さんはやってきたことの破天荒さの反面すごく品があるように見えますが、どうしたらその品が出せるのでしょうか。生まれ育ちの良さなんですかね。え、こんだけいろんなことベラベラ喋ってて品がいいって言ってくださるのすごい優しいですね。まあ、多分言葉遣いとかその立ち振る舞いとか仕草の話だと思うんですよね。でも品ってなんか生まれた時に決まってるって言いません？お、すごい元も子のないことを言ってきた。はい。なんかそれ私聞いたことがあって、あれ育った環境とかではなく、まあ親の育て方とかも少しはあるかもしれないんですけど、品性ってなんかもう生まれた時に決まってるって聞いたんですよ。性格ですからね、品性って。下品な性格で生まれちゃうともうそれはそんなに変わんないですからね。なので赤ちゃんに品はないぞって書いてあるけど、でも性はやっぱり品は大事だし、私その AV 女優になるときに、 AV 女優ってもう品とかけ離れたところにいる、あつぐらも、はいはい、アイドルと一緒なんですけど、うん、と思ってたので、職業的にやっぱり AV 女優で品があるってすごく難しいことだと思うけど、うん、なのでできる限り品のある AV 女優になろうとは思ってました。あ、それは意識してやってるんですね。そうですね。でもこのなんだろう、喋り方とか仕草とかは特に何も気にしてないんですけど、でも下品に見えることはしないし、下品な作品の内容とかは基本あまりしないようにしてましたし、そういうところはちょっと自分で、まあ、ブランディングしてましたね、三上優愛ちゃんを。でもそのどの行動が下品かっていう基準自体が多分ずれてる人が下品なんだと思うんですよ、うんうん、そうそうそう、三上さんのそのこれは上品でこれは下品でやるという基準自体がどうやって作られたのかなっていう。それもさっき言ったように、そのこれを言ったら元も子もないかもしれないです、感覚値というか。そう、見てて分かるじゃないですか。これをしたら下品だなとか、こう人を見ててもこれをしたら私は下品に映るから絶対にしないでおこうとか、なんか感覚値でその小さい頃から培ってきたものかもしれないですね。割とご両親は結構ちゃんとした家庭な感じ。普通だと思います。普通の平凡な家庭ですし、お母さんもここまで私にそういう品とかを厳しく育ててるつもりはなかったと思いますね。なんかその食事の時とかのなんかマナー的なやつとかってちゃんと言われたりしました？足渡ししちゃダメだよとか。あ、そういうのは言われました。あと食事中は立ち上がるなとか。嫌いもし、あの何でも食べさせられたので、確かに今も好き嫌いとかはないですし、そういうところはしっかり育てられたかもしれないですね。箸の持ち方とかもちゃんと教えられて。箸の持ち方が私、うん、ちゃんと教えられてないので。あ、そうなんですか。ほう。箸の持ち方は少し悪いです。そこは直そうとはしないんですか。いや、何回も大人になって、あの箸ちゃんと持てるお箸あるじゃないですか、あの、はい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 、あの矯正用の、矯正用のやつ、あれを使ったりとか何度もしたんですよ、自力で直そうと。でも難しいですね、めちゃくちゃ。そうなんですか。そうなんですよ、箸って。なので、うん、もう本当にちっちゃい頃にやっておくべきだと思います。そういうもんなんだ。母も今も言いますね、なんか箸の持ち方だけはもっと厳しくやっとけばよかったって言いますね。でもやっぱりそういうのが気になるっていうのが分かるお母さんなんですね。あ、それはそうですね。じゃあ箸の持ち方って子供の頃にやんなきゃいけないことなんだ。いや、めちゃくちゃこれはもう本当にもうお子さんいる方は絶対やった方がいいと思います。絶対に若い頃というかちっちゃい頃。
周りの人がそれおかしいよって言わないと分かんないですもんね。でも指の長さとかも関係するかもってコメントがある。私めちゃくちゃ指短くて。そうなんですか。そんなことあんの？その人間の指の長さの問題で箸ちゃんと持てないとかあんの？分かんない。まあ、それお酒さんとかなら分かるけど。でも未だにちゃんと矯正箸使ってやってます。そんな努力家で未だに矯正箸使っても治らないってことは結構治らないですね。そうです。あと私その番組でご飯食べるシーンとかって、まあ、隠すのだけは一丁前にうまいので、はい、その相席食堂っていう番組に出た時に、はいはいはい、三上さんって箸の持ち方も綺麗なんだねっていうコメントがあって、まあ、うまく隠せてるみたいな。その箸の持ち方を直すんじゃなくて隠し方をマスターしたんですね。そういう手があるんだ。面白かったら高評価コメントよろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。